三木鉄道三木300系機動車は、1998年から製造された三木鉄道の鉄道車両である、特定地方交通線に選定され、1985年4月1日をもって第三セクターの三木鉄道に転換された日本国有鉄道三木線は、もともと山陽本線との接続駅である加古川までの直通列車が運転されていた時代ですら、 年間輸送旅客数が55万人から75万人レベルと低い水準で推移していた。このため、加古川線直通列車が廃止され、薬人での乗り換えが必須となる第3セクターへの転換後、さらに輸送需要が減少することが予想されていた。それゆえ、転換時には検査予備を含めても最小限の保有数となる。 わずか2両の12メートル級に軸機動車を持って、三木鉄道としての開業の日を迎えることとなったが、転換直後の1985年度の輸送実績は、前年度比16万2千人減となる38万7千人にまで激減、加古川線直通列車の廃止、及び転換時に実施された50%もの大幅、運賃値上げが営業成績に甚大な影響を及ぼしたことが、 明らかになった。しかし、一旦廃止となった加古川線直通列車を復活させることも、運賃を引き下げることも共に困難であり、三木鉄道は、開業1周年となる1986年4月1日の4駅一挙、新設、1998年の三木駅、着発線増設による、 列車運行本数の大幅増加など、駅の増設と列車増発による利便性の向上で利用客の増加を狙う方針を取った。これらの新工策のうち、1998年の三木駅着発線増設工事は、単純に1列車を往復させていたのでは、折り返し時に大きなタイムロスが発生し、それまで以上の列車増発が困難となっていたのを、 解決するために2番線となる着発線を増設、合わせて、校内信号機の整備を行うことで、薬人方面よりやってきた列車がいずれかの着発線に到着すると同時に、もう一方の着発線で待機していた列車が発車するという体制を整えたものであった。この運用形態では、ラッシュ時のみとは家機動車2両を同時に稼働状態に置いておく必要があり、 実際にも2両の機動車が運用に充当されるようになった。そのため、従来の在籍機動車2両体制ではいずれかの車両の定期検査時等に支障をきたすことから、以下の通り開業以来13年ぶりとなる新造車の投入を実施し、予備車の確保を行うこととなった。もっとも、ミキ180系製造から13年を経てメーカーで、 ある富士重工業では12メートル級二軸車の LE カー2は生産を打ち切られていた。その光景としては、ミキ180型と同じ1985年に製作された、タルミ鉄道ハイモ230から300型に始まる、通常の二軸ボギー車化された15メートル級 LE カー2が開発されていたが、これも1989年以降は車体を、 一般の鉄道車両並みに強固な構造として、長寿命化を図った設計への移行により、LEDC と呼ばれる警戒機動車へ発展的解消を遂げていた。そのため、三木鉄道の新車についても、第三セクター鉄道協議会の定めた新標準仕様に従う LEDC 仕様の18メートル級車として、設計製作されることとなり、まず以下の一両が新造された。 1998年12月、富士重工業製。一方、1985年に製造された、レールバスであるミキ180型は、製造コストの大幅引き下げを実現するため、車体やエンジンなどに、バス用の構造や部品を採用していて、対応年数が15年程度となることが当初から想定されていた。 そこで、翌1999年に主要機器を含めて、目立った更新を実施していなかった、2期180から102の代替写真像が計画され、以下の一両が新造された。1999年12月、富士中工業製。これにより計画通り、2期180から102の置き換えが実施されたが、1994年に危機器更新を実施していた。 ミキ180から101の代替となる新車投入は先送りされ、3年後の2002年になってようやく実施されることとなった。2002年、富士重工業製これらは2008年のミキ戦廃止まで使用された後、不要となって3両前車が他社へ譲渡された。形式称号のミキは会社名及び路線名のミキに、 300はエンジン出力の 295PS にそれぞれ由来し番号はミキ180型からの連番である。富士重工業が開発した車体長18メートル級の LEDC と呼ばれる企画設計の警戒機動車グループに属し本形式の後を追う形で心臓が開始された北条鉄道のフラワ2000型とは基本構造が共通する。車体は 長さ18メートル級の普通構成で、バスの車体設計、広報を援用し一部にリベット組み立てを併用していた、ミキ180型とは異なり、一般的な鉄道車両と同様の設計、広報による溶接組み立て構造となっている。窓配置は DD6D あるいは DD7D で、乗務員扉のない側の車端部客用扉と、妻窓の間には、 小窓が設置されている。客用扉はいずれもステップ内装編開式引き戸で、側窓は上段固定下段上昇式の2段、アルミユニットサッシュとなっている。つま面は3面折りつま構成で、左右2グーブをピラーで分割し、曲面ガラスとしたつま窓を設け、中央には貫通ホロ収納式の貫通扉を設置する。前照灯は左右のつま倉庫に全照灯とびと一体の、 頭部に収めて設置し、妻窓の左側上部にはワンマン表示を、右側上部には方向膜をそれぞれ設置し、周囲をブラックアウト処理して妻窓との一体感を演出している。塗装はミキ180型で採用された工房のカラースキームをそのまま踏襲し、白を基調として、側窓の下部塗装下に赤帯、車体裾に青帯を巻いている。 同時期に製造された北条鉄道フラワー2000型は全面下部にスカートを設けたが本形式はミキ180型と同様スノープラウを装備しているミキ300から104の車内座席は左右に4組ずつ計8組の固定クロスシートを通路を挟んで1組分ずつずらして設置しその前後にロングシートを設置したセミクロスシート構成となっている車内に トイレは設置されていないが、乗降口付近には、シルバーシートと車椅子スペースが設けられている。ワンマン運転に対応するため運転室付近に、運賃箱、整理券発行機、運賃表示機を備えたほか、三木線から JR 西日本加古川線への乗り継ぎ利用客のため、薬人駅の乗車駅証明書発行機も備えた。エンジンは、出力 295PS。 2100rpm とトラックス製 PF6HT03 ディーゼルエンジンを装備する。変速機は変速2段自動切り替え、直結1段構成の進行 SCR0.91 バイトから 4D 液体式変速機が装着されている。台車は動力台車が富士重工業 FU-50D 富水台車が同じく FU-50T を装着する。 いずれもペデスタルによる一般的な軸バネ式軸箱指示機構を備え、枕バネ部にボルスターアンカーを備える国鉄 DT44 型台車の系譜に属するシンプルな設計、かつ軸百ミ9 0 0 m m でコンパクトにまとめられたインダイレクトマウント空気バネ台車である。ブレーキは2機百八十型と同じく SME 参観式非常便付き直通ブレーキと 手ブレーキを備える。基礎ブレーキ装置は型押し、式踏みずらブレーキで、ブレーキシリンダーは、各台車に搭載される、台車シリンダー式となっている。連結器は、小型密着自動連結器を装着する。なお、姉妹車にあたる北上鉄道フラワ2000型は、同じ富士重工業製、かつ同じ軸巨線 900mm ながら、 LE カー2の二軸ボギー車グループと同型の FU-35BDFU-35BT と本形式の FU-50DFU-50T とは異なった設計の台車を装着しているほか時速 28km まで使用可能な排気ブレーキ装置を別途搭載している。そのため本形式の最高速度が時速9 5トルであるに対して フラワ二2000型は時速 80km であるなど、運転上の取り扱いには若干の相違が存在する。比較的新しい車両であるため、2008年4月1日の三木鉄道廃止後の挙手が注目されていたが、三木市では1両保存、残り2両を競売にかけることとした。まず同年十月一日に一両が四百七十万円で、タルミ鉄道が落札するが、 他の一両は最低売却価格を下回り相対。交渉に回った結果、10月30日に1785万円で、北条鉄道に売却されることが決まる。12月8日に、北条鉄道向けに、三木300の104。12月9日に、タルミ鉄道向けに、三木300から105の搬出が行われた。 タルミ鉄道に譲渡されたミキ300から105は廃も295から617として2009年3月1日に北条鉄道に譲渡されたミキ300から104もフラワ2000から3として同年4月に運用を開始した譲渡車2両はいずれもミキ鉄道時代の都職のまま運用を開始したミキ300から103は保存を前提に 旧三木駅構内の車庫で保管されていたが、2009年6月になって、ひたちなか海浜鉄道へ500万円で譲渡され、同年8月よりそのままの形式名、車番、塗色で運用を開始した。内装等も変えておらず、再塗装の再車番のフォントが変更された程度で、塗色は全く同じ色にしている。今後も変更しないという。2019年にロックインジャパンフェスティバル20周年。 および、日立ちなか市市政志向25周年記念事業の一環として、ロックインジャパンフェスティバル2019のラッピング車となり、この際新たにスノープラウが水色に塗装された。同事業のラッピング車としての運行終了後、しばらく運用を外れた。2020年6月、スノープラウの水色塗装はそのまま残したものの、三木鉄道時代の原塗装をラッピングシールで再現し、 運用に復帰した。なお、北上鉄道フラワー2003については2012年2月限りで、タルミ鉄道ハイも295から617についても2014年9月限りで、三木鉄道図職での運用を終了している。ありがとうございます。